無慈悲な笑顔。おお、すごい笑い声とかぶった。第5話、誰かが殺したお話いきます。もう超楽しみ。いきます。不幸なんだろうな、バッドなんだろうな。いきます。じゃあ頭なじとこ。友達を救う覚悟はできましたか。はい、救おう。友達の何でもできますか。楽しいなこのゲーム本当に。はい、もう救うよ。誰かが殺したお話にしますか。これ別のパターンも見れんだなきっと。はい、あ、下にナイフ刺さってるのがまたちょっとかっこいいんだけど、雰囲気がある。一瞬文字が出てきて一瞬で消えるから読めない。あ、横スクロールに変わった。ここは元祖ウルルちゃんではないか。連れてきたのか過去に。時代は違うけれど、私たちがさっきいた場所と同じ。後に雨水滴る遺跡や忘却の遺跡と呼ばれ、この時代の私が死ぬ場所、3人目のウルルちゃんに会えるわけだ。この場所と涙の遺跡があった場所で、今夜ほぼ同時に紙縛りの儀式が行われる。でも元凶は夜にここで集まってから始める。涙の遺跡までは私の力が届かないから、それらが全員集まり、すべて始まる前に殺して。あ、そうだそうだ。紙縛りの儀式は生きた状態の人間を神聖な地で生き埋めにしたり沈めたりする儀式だからね。いや、クソみたいな儀式だな本当に。むごいわ本当、そんなひどいことが。でも殺さないといけないってね。殺す以外に方法はないの。あなたは全部知ってるんでしょ。自分自身を見てみなよ。意志が強かった、ただそれだけ。どういうこと。それらの意志を変えることはできなかったよ。納得がいかないのなら試してみればいい。こっちのルルちゃんは本当地獄に耐えてきたんだな。いや、だからこそ報われてほしいな。苦しいな。元凶はここから東にある村で暮らしている。でもあなたは世界から忘れられ始めている。干渉はできても声は届かないから気をつけて。それがよくわからないんだけど。それで元凶って誰なの。すぐにわかるよ。家系かな。テルちゃんの家系かな。一応セーブしとこう。どうなってる。あー、欠けてる。うわー、最悪や。やっぱり一人しか生き残れないってことなんだな。まあ行くか。元凶、なぜウルルは曖昧にそう言ったのだろうか。なぜこんなにも神の始まりについて詳しいのだろうか。散々見てきたからな。なぜ子供が逃げとして選ばれ続けているのか。口減らし、大人の身勝手、軽い命だったから。本当にそれだけ。子供の命は軽くないぞ。神を間違えたわ。神を救う方法、名を知る者が手を引く。神を救う手段はまるで子供を呼び戻すような方法で。いる。ウルル、早くこっちに来てよ。お見送り始まるよ。元凶？あ、かわいい。わかった、今そっち行く。やっぱウルルちゃん殺さなきゃいけないんかな。今の子は？あ、なんか村だ。お待たせ。ルイ、ソラ。あれ、四季様じゃないこれ。もう遅すぎ、日が暮れちゃうよ。ソラちゃんは、これはテルちゃんなのかな。いいんじゃないかな。だってほら、お見送りは間に合ってるわけだし。ソラはウルルに甘すぎ。甘やかしたらウルルが成長しないでしょ。この子たちはみんな最初から関わりがあったんだ。で、なんかこう運命でずっとつながってたとか、そういうことなのかね。ルイはいつから私のお母さんになったの。あー、待って、ウルルのお母さんをお見送りしたあの日から。いい子になれるように私が代わりに教育するの。そんなお母さんいらない。否定された。それに私のお母さんはすぐ帰ってくるもん。いい子にしてたらって言ったでしょ。だから私がウルルのママになっていい子にしてあげる。その話はまた今度にした方がいいと思う。早くしないと本当に遅れちゃうよ。え、どうなんだろう。でも目の色的に色様っぽいけど、それとも家系なのかな、あの管理者たちの。え、そうだね、行こっか。
四つ葉もいないしな、だって泣いてる。あれ終わっちゃったみたいだね。ああルイママの説教長いからな。あ、ま、ルイママの説教が長いからな。ごめんな。エレルが遅れてくるからいけないんでしょ。そもそもなんで散歩に。お互い様だと思う。お、三人とも静かにしなさい。はーい。僕は静かにしてたのに。どまい。子供ってそういうのあるよね。まとめて怒られる的な。ここにいても仕方がない。一度家に帰ろう。ねえねえお姉さん、いつも気になってたんだけど、私のお母さんもそうだったけど、どうして眠った人をお見送りしちゃうの？土に埋めたら動けなくなっちゃうよ。苦しくないの？お口の中、土でジャリジャリしそう。神様に呼ばれたからかしら。めちゃくちゃな理由だな。呼ばれた人は自然に帰って神様の元へお出かけするのよ。それと、土や水、火は、神様が残した自然の恵み。呼ばれた者は苦しみなく神のもとへ行けるのよ。いや、絶対苦しい。じゃあそろそろ帰ってくるかな。私のお母さん、ずっとお出かけしてるけど。マジか。ルルちゃんのお母さんも生き埋めにあったんか。それは、その、いい子にしてたらね。ねえ、私と空は十分いい子、まあ、ごめん、発音がおかしい。十分いい子なのに、なんで誰も帰ってこないの？なんで呼んでくれないの？神様は気まぐれだから。だから、みんなで待ってましょうね。ね、私もいい子だよ。わかった。また悟られる前にきっと子供たちもどんどん殺していくのかね。お見送りって土葬のことかな。誰かが死んじゃったのかな。死んではいないんだろうな。掘り起こした方がいいんじゃないこれ。あれ、睡蓮様がいる。花が添えられている。誰かが亡くなったのだろう。誰かが亡くなって、その日の夜に儀式が。何か関係あるのかな。たまたまなのかな。神様、ねえ、あなたが本当にいるのであれば、この状況を何とかしてよ。できないんでしょ？本当はいないから。昔あの話が本当なら、こんなことにならないものね。この村の人は神様を信じてないのかな。子供が先に死ぬなんて、あっちゃいけないんだ。神様なんて信じちゃいないが、次連れて行くのなら俺を頼むから。これ以上俺だから子供たちを奪わないでくれ。あれ、なんかこっちの村の人たちはいい人たちだね。他の村の奴らはなんか率先して子供生贄にしてたイメージだったけど。神は人の願いを体現する。空は神の心を映す。空は神の心を映すって言葉、どこかで見たことがあるような気がする。どこだ、俺も忘れてる。あそこ、涙の遺跡だったっけ。テルちゃんがいたとこだよね。今のは私が夢で見た場所とその記憶かな。名前はわかる。あそこは涙の遺跡だ。いいね、記憶力。俺もちゃんと覚えてた。今年は不作だな。食事を減らさないと冬を乗り越えられないかもな。昔はやっぱそういうのが大変だったんだろうな。ドクターストーンって漫画でも俺冬越えは大変だって言ってたの見たもん。一人お出かけしちゃったから鬼ごっこできなくなっちゃったね。ねえ、どうする？あの三人呼んで遊ぶ？でも神様の生まれ変わりの子なんでしょ。うわ、あの三人も土葬されそう。髪の毛が真っ白だからなんか怖いよ。そうだけどさ、でも二人で何して遊ぶの？かくれんぼとか。神様の生まれ変わり、あの三人は周りから浮いてたみたいだね。やっぱテル式うる、うん、テル式四つ葉なのかな。一人お出かけしちゃったか。あ、違う、これセリフ一緒だわ。やむない。あなたたち、亡くなった子、やっぱり栄養が足りなかったらしいの。あなたの子は大丈夫？最近元気がないように見えるけど。私の分も分けてるのだけれど、でも、これ以上は他の人にも迷惑かけてしまうし。何言ってるの？後で私の家の食料を分けてあげるから、子供に食べさせてあげて。絶対に死なせてはダメよ。子供を守るのが大人の役目なのだから。いい？ありがとう。あ、すごい、泣けてきた。いつも見ていた夢の中では、大人の人が子供を生贄に選んでいたって感じだったけどね。そうだよね。なんかやっとというか、この始まりの村は本当に子供を大切にしてたんだな。でも、ここの人たちは真逆の考え方みたい。多分、
何かがあったんだ。どこでそんな、ま、曲がっちゃったんだろう。大切にしていた子たちを差し出すぐらいの、もしくはそうしないといけない何かが。それが元凶ってことか。その元凶をどうにかしなきゃな。入れた。話しかける前に入れた。あれ、これは、あ、このナイフ見たことがある気がする。でもどこで。それに刃が欠けていたような。あ、ゼロ話だよね。だよ、やっぱり。なんかラッキーアイテム手に入れた。始まりのナイフだったんだね。雨水滴る遺跡で使ってた。多分これは前の私の記憶かな。涙の遺跡と雨水滴る遺跡、この二つの原点はやっぱりこの村なんだね。そういえばこの二つの遺跡の名前、雨と涙、さっきの三人の子供の名前、雨と涙、空だっけ。全員繋がるのか。空はテルちゃんか。だいぶ性格変わったな。話しかけてみっか。じゃあれ、こっちに来たの。それにしても昔のあなたは普通の子供みたいだね。ちょっとまだみんなに会いたくなくて。あ、これで4人か、きっと。ウルル入れて4人じゃない。そうだよね。あ、じゃあもうそれで揃ってんのか、4人は。それに私はもともと普通の子供だからね。あ、そうだよね。顔色悪いけど大丈夫。別に大丈夫、大丈夫だよ。会いに行くじゃん。あれ、3人いるかと思ったらいなかった。どうして私より先に死んでしまったの。どうしてあの子が死なないといけなかったの。確かにあの子は死んでしまったが、君のせいじゃない。あの子は己の運命に従ったんだ。運命。恵みや彼子を亡くした女は星空見えるお金願った。あ、え、待って。後に女は子を宿し、その子が涙を流し、その涙は落ち移す湖に。その子、白色の髪をなびかせる。その子、神の生まれ変わりとして祝福する。この村にある昔話みたいなものかな。星空見える丘と星映す湖。湖って村の近くの湖。忘却の遺跡と同じ場所。まさか星空見える丘ってルイの涙か、涙の遺跡と何か関係あるのかもしれないけど、でも情報が少ないな。ちょっとこれ協力プレイが必要じゃない？スイレンちゃん。あれ、こっちに、あ、変わんねえな。違う、変わんなかった。ここに入れる家あるか。外出てみる？あ、出れた。湖ってこれか。あ、あ、みんないる。話しかけるよ。ねえねえ、どうしてあの子が先に神様に呼ばれたんだろうね。確かに。私たちをいつも変な目で見てた子が先に選ばれるの納得いかないんだけど。僕たち見た目が他と違うからだと思う。大人の人たちが言ってた昔話と同じなんでしょ。なんか白髪の子は祝福しろって書いてあったね。だからっていつもジロジロ見られたくないよ。大人の人もそうだけど本当に嫌だ。他の子が呼ばれて、私たちのお母さんたちが呼ばれて、不平等だと思う。ずるいよ。最近ご飯が少ない気がする。もしかして僕らだけ。ひどいと思う。あとはいつも私たちに隠し事してるよね。どうなんだろう、むしろご飯少ないのは他の人たちなんじゃないか。違うんか。さっきの話だって嘘ついてる気がするもん。そうだそうだ、不平等反対。終わったと。特に変わりはないか。まだ謎な状態ですね。まだ俺じゃわからないな。もうちょいストーリー進めないと、この先どうなるのかが予想できない。これも変わらないね。あとどこ調べてない？ここはもう貴重そうなアイテム取ったしな。お、いくら子供でも儀式をするには、脅したり押さえつけないといけないよね。縄と斧はある、縄とか、斧はあるから、ここを見張っとけば儀式を止めることができるのかな。でも村全体じゃないんだよね。あ、ひっそり静かにって言ってたな。子供だったら泣いたり叫んだりしそうだから、村の誰かが気づくと思うんだけどな。誰にも気づかれず儀式をする方法、
それを探さないと止められないかも。気づかれないように。あ、で、それ、土の中じゃない？それこそ。この村で今夜儀式が始まる。そんな風に見えないんだけど。ね、主犯が誰かもわからない。ここの村の人は全員子供のことを大切にしているよね。それなのに儀式で子供を神にするなんてことするのかな。わかんない。どう大丈夫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 。ん？追い込まれてるよ。だいぶここもセリフ変わんないね。もう優しいもんね絶対。お、なんだあれ。あなたたまので誰かが叫んでるみたい。何かあったのかな。ここただ普通に暮らしていただけ。悪いこともしてない。それなのになぜあの子を奪っていってしまったの。落ち着け。もちろん誰も悪いことをしていないが、今この村の状況を考えると迎えが来るのは体の弱い子なんだ。きっとこれがあの子の運命だったんだ。残された僕らにできるのは、今を生きている子たちにあの子と同じ運命をたどらせないことだ。優しいよな。それがあの子を授かった僕らの最後の役目だ。そんなの受け入れられるわけない。ここには神の生まれ変わりの子供子たちが3人もいるのよ。どうしてこんな不幸になるの。それともあの3人以外は不幸になる運命だとでも言うの。あの子たちが他の子の幸せを。あ、これがきっかけ。外で物音がしたけど、扉の前に誰かがいて話を聞かれてた。おい、今のはさすがに言っちゃいけないことだ。さっきも言ったが誰も悪くない。もちろん君も僕もあの子たちも。あの3人は確かに見た目は他の子と違う、昔話に出てくる子みたいに。でも普通の優しい子であって神の生まれ変わりなんかじゃない。それは君も分かっていることだろう。いい大人の人だ。本当は分かってる。ごめんなさい。私も親だったのに子供のことを何も考えないで最低なこと言った。あの3人も親を亡くして悲しいはずなのに。不幸なのは私たちだけじゃないのに。人間としても最低だ私。そこまで自分を責める必要はない。でも二度とそんなこと言っちゃいけない。絶対に。うん。やっぱ優しい人たちだよね。え、何がどこでどう違えたの。お、どちら、空かルイか。わかんねえんだよな、みんな白髪だから。今のはルイ、ルイちゃんか。もしかして話を聞いていたのは。殺す以外の方法見つかったかな。どうしたの。もうすぐ夜が来るよ。ねえ、本当にこの村の誰かが儀式をするの。みんなの話を聞いたけどそう思えない。それにもう一つ疑問というかわからないことがあるの。涙の遺跡と雨水滴る遺跡で同時にってことは、神にされるのは二人ってことだから、遺跡の名前に入っているウルルとルイ、この二人が神にされるんじゃないの。あの二人を縛ったり脅したりなんてしたら泣いたり叫んだりすると思う。他の誰にも知られずには無理だと思うんだけど。あ、てかそっか、あの三人の中にウルルいるわ。で、俺さっき、あ、四人目はウルルちゃんかって言ったけど、ちげえわ。あの三人の中にウルルいるわ。あ、もうなんか、混濁してきてる俺が。神を生み出すために子供を犠牲にして、多数を助けるために子供を切り捨てた。なら昔は同じだったのか。違うよね。子供を大切に思い、守り、命を紡ごうとしていた。ね、そんな感じ。なんで儀式が始まったのか、わかる？なんで誰も気づかなかったのか、わかる？誰も気に留めなかったから。少し考えれば、わかるとは思うけど。誰にも気づかれず、二人を神にする方法は、一つしかない。今夜、すべてが始まって、すべてが終わった。私が初めて、あなたが終わらせるんだよ。埋めたとこ？なんだ？夜までまだ時間はある。やべえよこれ、もうどうなってんだこれ、わけわかんねえよ俺。ということで、じゃあ今回は一旦ここで終わりとさせていただきます。次回はこの儀式を止めようと思う。空、ルイ、ウルル、四つ葉はどうなってんのかな。
そこはまだいまいち分かってないんだけど、はい、まあとりあえず終わります。それではシアンでした。またね。